レオザフットボールさんの動画や考え方がすごい勉強になるのでぜひ見てください。あの知ってますけど僕レオザフットボールさんの動画は切り抜きとかでも上がってきますしね、あの動画何個も見たことはないんですけど、まあ、いくつか見たりとか、あのなんだっけリベンジャーズでしたっけ違うっけの監督 やられてたりとか、あそうだねリベンジャーズだよね、なんかそうそうこの間ちょっと聞いてすごいよね、やっぱ相手のことを分析して自分たちのチームにもたらすのって僕らも分析の人とかついてますけど多分相当むずいんですよ。てか試合を相当見ないとできないし、いろんな選手を見るといろんな選手を見るとある程度ちょっと見ただけでこの選手のプレースタイルがこんななのかなとか、あ左足によく持ってくねとか右足によく持ってくねっていうそういうちょっと感覚的なところがついてくると思うんで、だから試合を見てると、試合じゃないわ動画とか見てると多分相当試合見てると思う、その海外の試合とかもそうだし、どの試合上げてもさあの選手はこうこうこうだからとかさ、このチームはこうこうこういう攻め方とか守り方とかするからとかさ、このチームにこの選手は合うよね合わないよねっていうのが分かってるって相当すごいっすよマジで。僕の長所と短所とかもちょっと聞いてみたいって思ったのを覚えてます。今の FC 東京で僕がもうちょいこうした方がいいよとかさ、なんかそういうのが聞けると面白いっすよね。チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。